にちは、木下優香です。今日はね、じゃーん、柿の葉寿司とローストビーフ寿司を合わせて80貫食べたいと思います。美味しそうですね。こちらはね、Amazon で注文しましたよ早速ね、食べます。ローストビーフ寿司はね、あったかいんですよ。だからこっちを先に食べようかな。でね、じゃん、タレがついてました。柿の葉寿司がね、ちょっと入りきれなくて、この辺2段になってますね。美味しそう。お寿司をね、柿の葉で包んだんですよね。冷凍のままレンジでチンしたんですけど、ローストビーフ美味しそうですね。じゃあタレをかけてみます。美味しそう。あとわさびなんかも添えると絶対美味しいですよね。いただきます。まずはあったかいローストビーフ寿司から。うん、ローストビーフとあったかい酢飯って合います。あったかい酢飯って美味しいですね。ローストビーフの歯ごたえがあって、牛肉の味もよくてとっても美味しいです。酢飯とね、ローストビーフの間に柿の葉と海苔が挟まってます。うーん幸せ。あ、これ多分柿の葉じゃないですね、シソの葉だ。シソの香りがすごくいいです。ローストビーフを噛むとじゅわっとお肉の旨味が染み出してきます。そのご飯との相性抜群ですね。最後のローストビーフ寿司です。次は柿の葉寿司です。ほら、柿の葉っぱですごい綺麗に包まれてるんですよね。あ、なんかいい香りします。笹の葉みたいな匂い。お、これはアナゴでした。お醤油はついてなくて、そのまま食べるみたいです。うん、アナゴがすごく素晴らしいです。柔らかくて脂が乗ってます。で、柿の葉の香りがね、こんなの楽しめるから、お醤油をつけるとその香りが消えちゃうから、だからつけないのかもしれないですね。お、こんなのもあるんだ。じゃん、赤飯です。赤飯もあるんだ。うん、カズノコ。これは鮭ですね。色が鮮やかで綺麗です。鮭の香りが強くって塩味が効いてます。これはサバですね。うん、サバのね、お寿司の香りがいいです。程よく脂も乗ってます。エビが出ました。最後の柿の葉寿司です。何が入ってるでしょう。おー、ローストビーフだー。ごちそうさまでした。ローストビーフ寿司と柿の葉寿司、めっちゃ美味しかったです。柿の葉寿司は柿の葉に包んで、お魚の旨味がねギュッと詰まって、ご飯にもその旨味が染み出しとって、で柿の葉の香りもして、とっても美味しかったです。初めてでも私そういえば柿の葉寿司食べたかもしれないです。じゃあぜひぜひ皆さんも食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。